YouTube で、うん、あの裏チャンネル始めようと思います。すべての俺らのこれからの活動を記録するためのチャンネルです。ほう、はい、はい、そう、沈黙しない。赤羽レニーアルファ赤羽レニーやりたいと思ってるんですよ。俺らワンマン100入れたことないんだよ。いいシャープ100、動員も100、やってみっか。はい、せーの。はい、ここでワンマンをやらせていただけたらと。リワッツは今大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？入ってます。はい、こんな僕たちでもやってみて、やらせてもらっていいですか？いや、もう頑張っていただけるんだったら。本当ですか？うわぁ僕たちがどれだけ頑張ったかによってここが成功するかしないかかかってると思うんですよ。1月から毎月 MV をコンセプト MV ってことですね。はい、完成です。細かいことにしっかりと一個一個こだわってここに行くための運をつかみ取っていきましょうよ。1分につき100円、はっきり言います。罰金を取っていきます。たまった金額で、この日限定のグッズを1個作りましょうよ。お、来年の1月から7月に向けて、はい、7本連続で、お MV を。太っ腹それで、まあ、その撮影の過程だったり、まあ、ちょっと値段の相談だったりとかを今日はさせてもらいたいな。値段の相談をここで出すの動画として、自分たちは何やってるかっていうのはやっぱ実際見ないと伝わんない部分、いろいろもちろん戦略もあるんですけど、一番は自分たちやり遂げるって決めたらやり遂げるっていう。普段の通常動員は、まあ、増えなかったとしても、うん、その7月の赤羽レニーに向けて全部やってることですから、うん、それだけはちょっと行ってみようかなって思わせられたらちょっと勝ちかなって。2年ラストライブ今日のイベント7月に向けて来年も行えるように、はいはい、MV 撮影で使う衣装のペイント、はい、悲劇のヒロイン獅子舞。裏チャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。新年2021年になりましたので書き初めをしましょうと、うん、おお。今年の抱負は勝つっていうですね。おお。一戦激励、うん、激励一戦です。暗黒国流売れたい。どんな人でもここに来たら仕事とかいろいろ世の中辛いこととかあるけど、もうライブに来てる時だけ、俺らに触れてる時だけは何も忘れて、最高だな、楽しいなとか、何も忘れられるなっていうバンドにしたいなと思うんです。それでいこうよ。これでいいよ。今日はここでメンバーで初詣。大吉。おお。小吉。いやー、小吉。お中吉。おお、中吉。おちおちおち頼む。バーン。末吉。これがサリジアのエマですね。飾らせていただきました。赤羽レニーもそうですし、今年1年をね。守ってもらおうか。はい。